はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はハラスメント問題について話をしていこうと思います。心理学というよりはなんかこう心構え鉄則みたいな話になっていくんでね、そういうところに関係している人とか悩んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ参考になれば嬉しいかなというところです。で、未だに闇を抱えるっていうものなんですけど、芸能界いいですよね。つい最近もニュースになったりしてましたよね。とある人が訴えて、それを取り上げた人がいた、ツイッターか何かっていうところだったと思うんですけど、最近芸能界の闇について触れたニュースっていうのがありましたと。で、女性芸能人が闇について触れたブログとか、ツイッターやらっていうのが上がってたんですけれども、やっている側の無意識というと何とも言い難い問題っていうのが潜んでますよね。要はセクハラとかパワハラとかっていうのをやっている側はそんなつもりはないっていうのが結構あったりするんですよね。で、今回は少し前の話になるんですけど、とある芸能人の人がセクハラの被害っていうものを公開したことをきっかけに世に出たコラムっていうのがあったので、それを紹介していきます。で、これを読んでですね、加害者になってないかなとか、もしかしたらこれ自分被害者なんじゃないかっていうのを、4つの項目を挙げていますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ハラスメント加害者にならない4つの心構えっていうことなんですが、加害者目線で言うんですけど、もし自分がこれ自分受けてるんじゃないかって思ったら、今度は被害者側として話を持っていくこともできますんで、両方の目線でぜひ見てもらえるといいかなと思います。はい。よいしょ、あれ。はい。で、被害を受けているかもという方もですね、次の4つに当てはまっていないかって、受けていないかっていうことをチェック項目として見てください。ということで、大きく4つですね。触らない、社長の子供相手に同じ言動ができるか、強制せずに相手がノーと言える提案か、それから自分の価値観で物事を測らないというね、もう、言わんでもわかるやんくらいのやつなんですけど、とにかくこれ破ってる人多いと思うんですよね。セクハラパワハラ問題になっちゃう人っていうのは。で、1番目、とにかく触らないっていうのは、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、とにかく触らない、近づかないっていうことをもう徹底するべきっていうところです。で、お酒の席で肩を抱き寄せてしまったりとか、太もも同士が触れ合う、なんかちょっと狭いね、今だったらソーシャルディスタンスなのでありえないとは思うんですけど、接触そのものっていうのを不快に思う人っていうのが増えてるんですよ。で、それをきちっと言うっていうのも増えてきてますけどね。で、ましてやコロナ禍なので距離があったとしても、そもそもそういう場面があること自体が嫌がられるというところなので、このとにかく触らないに関しては心構えっていうよりも鉄則と言えるんじゃないでしょうかというところです。それから2つ目、社長の子供相手に同じ言動ができるかっていうことですね。はい。セクハラパワハラになる判断の一つとして、これは自分がどう言ったかとかどう接したかじゃなくて、相手が不快に思ったかどうかっていうのが判断になるんですよ。で、一つの基準で、相手が社長の子供だったとしたら同じ発言をできるかどうかっていうのが役に立ちそうっていうところなんですね。例えば社長令嬢に対して、いやーなんか今日の服って色っぽいよねって言ったりとか、御曹司に対して、え、君結婚しないの？なんて言わないじゃないですか。社長がそれ聞いたとしたら、てめえファイヤーってなっちゃうんでね。で、下ネタを言ったりとか、全員の前で晒すように叱るなんていうことを、社長の子供相手を基準だとしたら、おそらくしないと思うんですよ。じゃあなんで一般の社員だったらするのかっていうと、そういうのがないからですね。自分をなんか陥れるようなことがないから、ついつい調子に乗っちゃうってことがあるんですけど、それを冷静に考えることさえできれば、発言なんかするはずがないと、行動なんかするはずがないと言えることなんですよね。だから相手に対してやっていることっていうのを社長に見られたらまずいって思うことであれば、間違いなくセクハラパワハラと判断されることがあるので、ぜひ引っ込めましょうというところです。続いて3つ目、強制せずに相手がノーと言える提案かですね。これよくありますよね。何かっていうと、相手の意思を聞きましょうっていうのが一つ解決策になるんですが、もう一杯飲めよっていうね、お酒の席ではなくて、もう一杯いるとか、例えば1軒目が終わって2次会もう1軒行くぞじゃなくて、次は来るっていう風に相手が拒否すれば、そこで引き下がるっていうのを基準に考えていきましょうと。しつこく行こうよ、もう行こうよ、何々ちゃん、もう次行こう、君がいないと盛り上がらないんだけどさーっていう風に食い下がるのは NG ですっていうことです。ちなみにこれ言い方も気をつけないと、聞いてるようで強制を感じさせても NG なんですよね。だから例えば次は来るっていう風にこうなんか尋ねる感じじゃなくて、お次来る来る来るみたいな風に聞いてるようで、もう強制でもう行くって言わせようとしているっていうのがアウトっていうことですね。だから優しく聞くっていうのがポイントです。それでも相手が遠慮して言い出せないことっていうのもあったりしますんで、そんな時は次行こうぜ
ああでもそろそろ終電も近いし帰るっていうふうな逆質問をしてあげることで、相手が本当はそうしたいっていう行動をこちらから促してあげるっていうのも一手だったりします。はい、まあ残業をね、サービス残業させるのにもなんかあったりしますよね。この資料誰かやってくれへんかなみたいなこと聞いてるね、あの髪をプリ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 振り回しながらやってる上司とかもね、なんかドラマとか漫画の世界でいますけどね、未だにそんなの現実世界いるんですかね。うん、でまあそれから最後4つ目、自分の価値観で物事を測らないっていうことですね。セクハラパワハラ問題の一つの根源としては、加害者が自分はこうして育てられてきたからっていう考えが強く根付いているっていうところなんですよ。ところがもう時代が違うし、相手が違うし、考え方がそもそも違うしっていう違い尽くしなんですから、他に方法がないから、もうその自分が受けてきたから再現するっていうしか脳がないパターンっていうのは結構多いんですよね。ただ冷静に考えれば、そもそもその価値観を押し付けられるのが好きっていう人は少ないと思うんですよ。じゃああなた自身がパワハラセクハラを受けてきました、それって好きでしたかって言ったら違う、でもそれしかわからないっていうパターンなんですよね。でも好きだっていう人いないんですよ。はい。で、指導っていう名の単なる迷惑行為でしかないっていう自覚が必要だっていう話なんですね。で、率直に今どう考えるだ、どう考えているかですね。なんでダーになったんだろうね。うん、率直に今どう考えてるとか、どうしたら分かりやすいっていう風に、相手の意見を尊重する、聞くことっていうのは先決した方がいいっていうことなんですね。で、当然ながら立場上を素直に答えてくれないと、すぐに答えてくれないというようなケースもあったりはするんですけど、今上で書いてるようにどうしたらいいかなとか、どうすべきっていう風にずっと聞くっていう姿勢を続けていれば、おのずと相手からこうしたいんですけど、ああしたいんですけどっていう風に寄ってくれるようになるので、今の時代っていうか、まあ若手に対してはそういう風に歩み寄るっていうような方法が、まあ、結局はコミュニケーションをスムーズに取れるし、かつ能力も伸ばしてくれるチャンスにつながりやすいということが言えます。ということで、以上の4つの心構え、とにかく触らない、社長の子供相手に同じ言動ができるか、強制せずに相手がノーと言える提案か、自分の価値観物事で自分の価値観で物事を測らないというのが4つの心構えでした。で、改めてセクハラパワハラ問題について話をしていくと、時折被害者の妄想で加害者に仕立て上げられるケースっていうのもあったりするんですよ。え、それでセクハラとかパワハラ、確かに本当にそういう場合もあるんですけど、そもそもそう思われるような関わりっていうのを普段からしてしまっている可能性もありますよねっていうことです。だからそうならないためにも、まあ、日常的な関わり方を意識することの方が何よりも重要だっていうことが言えます。ただ、まあ、そういう話をするとコミュニケーションが取れなくなるじゃんかっていう声も聞こえてきそうなんですよね。うん、芸能人の人たちなんかがそういう発言をしているっていうのも15年くらいの番組なんかよくあったりしました。うん、某2人の大御所が話している番組ですけどね。うん、ただそもそもそんなコミュニケーションなら必要ないんですよ。で、自分のレベルの低さをセクハラパワハラまがいに走っているっていうことをもう自覚した方がいいです。で、もっと言えばそういうコミュニケーションでしか関わることができない人は考えることをおろそかにしているやばいパターンに陥っているだけなので、自分をまず見直しましょうっていうことです。はい。だから逆に言うと、自分がセクハラパワハラの被害を受けているなっていうことであれば、あ、この人たちは思考停止している残念な人だなっていうふうに思ってしれっと訴えてあげましょう。はい。訴えるっていうのはあれですよ、その人に直接じゃなくて裁判にですよ、裁判所にですよ。はい。で、ここからどうでもいい話なんですけど、まあ、まとめは重要なんで聞いてほしいんですけどね、ここはどうでもいい話なんですけど、まあ、実はですね、僕自身もパワハラって受けたことあるんですよ。職場のとある人だにね、なんかあのいろいろとこう会話をしている中で、私はね、こう人間だからミスをするんだよ、いやでもブルーホース君はさみたいな、ね、こう人間扱いをされないみたいなね、え、じゃあ俺何なんだろうみたいな、エサルチンパンジー、それともなんかイモムシみたいなね、ふうに思わされるみたいな場面があったりとか、飲み会の席でこう社員の人たちがバーって集まっている中で、こう一人一人に店員さんがデザートを聞いてきたんですよね。で、僕の番が来て普通に、あ、これくださいって頼んだら、なんか謎に急に殴られたんですよね。はい。まあ、その殴られたって顔面とかじゃなくて太ももなんですけど、全員に聞いてるのになんか俺だけなんでみたいなね。別にその場で自分が一番その若手だったとかそういうこともないんですよ。若手だから殴っていいっていう話もないですけど、っていうのもあったんですけどね。うん、っていうようなパワハラを受けたことなんかはあったりします。まあ、これ昔なら当然って言われるかもしれないですけど、今の時代だったら大問題ですってことですよね。で、あと、まあ、高校時代に
高校2年生だったかなに、まあ実は痴漢にあったこともあるんですよ。ただそれは満員電車の中でこうなんか左のお尻をムニムニって触られたんですけど、こんな話聞きたくないかもしれないですけどね、ムニムニって触られて、え、何何って思って、で肘でバーンってやったらその手ギュッて引っ込めたんですけど、まああれは単純に僕の左隣にめっちゃ綺麗なお姉さんがいたんですよ。めちゃめちゃ綺麗でした。本当多分もうモデルさんっていうか、そのなんか芸能人に間違われるくらいめっちゃ綺麗だなっていう人だったんですけど、多分ねその人と僕を間違えただけだと思うんですけどね。なんか満員電車でこう必死になって手を伸ばしたが、故に触ってやみたけれども高校生男子のケツだったみたいなね残念でした。はい、どうでもいい話でした。で最後まとめなんですけど、まあ、今はね簡単にパワハラとかセクハラで訴えられてしまう時代にはなりました。まあありがたいっちゃありがたいっていうし、いい時代じゃないかなって思いますね。で日頃のコミュニケーションっていうところに注意をしなければ、まあ、一方で精神的苦痛を与えない方法での、まあ、関係性を築ける時代になったとも言えます。で相手も自分も良好な関係を持続していくためにはどう関わり続ければいいのかっていうことを、まあ、今日の動画きっかけに、まあ、振り返っていただければ幸いかなというところでございます。ということで本日セクハラパワハラ問題についてのお話をさせていただきました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。